皆さんこんにちは、報徳学院学習部の室戸氏です。今日はお母さんの算数数学教室、単位の変換、その中でも時間についてお話しします。まず考え方から入っていきますね。1時間は60分ですよね。60分です。1分は60秒ですね。子供たちは時間を分に直すとき、分を秒に直すときは簡単にできます。2分だったら何秒かって言ったら60秒が2個あるので 60×2 で120秒、3時間は何分か、60分が3個あるので 60×3 で180分、復興できるんですけど、その逆がね、苦手な子が多いようです。例えば3分は何時間、15分は何時間っていうと迷っちゃうんですね。そんな時はお子さんに分数を使った考え、これを教えてあげてください。では分数、ここで確認しておくと、1つの円を同じ大きさに3つに分けた1つ分、これだけですね。これを3分の1と、3つに分けた1つ分で3分の1、2つ分は1、2ですね。3つに分けた2つ分なので3分の2、分母にいくつに分けてあるかで、分子にそのいくつ分かと、こういう感じで3分の1、3分の2という分数で表せましたよね。1つの円を同じ大きさに10に分けた時の3つ分だったら10に分けてあるので、分母に10が来て10分の10に分けたうちの3つ分ですから10分の3、このように表しました。この時間の変換、分を時間に直すとき、秒を分に直すときも同じに考えます。1時間は60分ですよね。1時間を分に分けていくと60に分かれます。ですから、括弧1、1分は60に分けたうちの1つ分なので、60分の1時間、ね、60分の1時間、こう表せるわけです。20分はって言ったら1時間は60分、60に分けたうちの60分の20、もちろん約分をしますから、これ3分の1時間、このようになるわけですよね。例えば30秒は何分って言ったら、1分は60秒、60に分けたうちの30なので、60分の30で2分の1分、このように表せるわけです。これが分かっていたら、時間が分数になっていた時、何分の何時間は何分ですかというのも簡単に計算することができます。括弧3では5分の1時間、1時間はね、60分です。60分の5分の1なので、60×5分の1、これを計算して12分と計算できるわけですよね。で、分を秒に直すとき、4分の1分は、1分は60秒、60秒の4分の1なので、60×4分の1、計算すると15秒と、こうなるわけですね。このように時間の変換では、60分のいくつとかね、60分のいくつか、こういう分数を基本にして考えるとお子さんは分かりやすいかと思います。今回は単位の変換で時間についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。